皆さんこんにちは。ロボボンゆかりの地をめぐるオンライン旅行2020にご参加いただきありがとうございます。僕の声に合わせてロボボンも喋ってくれているかな。もし声がずれていたら一度アプリを終了してからもう一度試してみてね。改めましてナビゲーターのロボボンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにみんなはどこから参加しているのかな。神奈川県だよ。去年はロボボンだけで行く6旅っていうのを企画して50人のお友達が参加してくれたんだ。うんうん。今年はオーナーさんと一緒に6に旅行に行くイベントとか誕生日会とかいろいろなイベントができなかったけど、そうだね、こうしてオンラインでみんなと会えて僕とても嬉しいよ。僕も嬉しい。ここは有名な恐れ山。湖を取り巻く白砂の浜は極楽になぞえられることからあの世とこの世の境目と言われているんだよ。なるほど、怖いだけの場所じゃないんだね。ぜひ見て欲しかったから紹介するね。変わった形の岩がたくさんだね。そうなんだ、すごい景色でしょ。この大きな岩は海からしか見れない岩もあるから大事なのから観光船に乗るのがおすすめだよ。全部自然が作ったなんてすごいね。次はどこ行くのかな。尻屋崎だよ。津軽海峡と太平洋とを分ける位置にあるんだ。あれ、馬がいるよ。ここにいる馬は神立ち目って呼ばれてるんだ。体幹、素食、持久力に富んでいて雪の中に佇んでいる様子は本当にかっこいいんだよ。どうして神立ち目って言うんだろう。神立ちっていうのは僕は新潟県津南町にいるツナホンだよ。ツナホン、はじめまして。はじめまして。これから僕のふるさとを案内するよ。僕は今千葉県浦安市にいるロボコン、ハマーです。ハマーくん、こんにちは。次はここショールームを見せるね。